里崎智也が大谷翔平をまさかの批判。ドジャースでの新シーズンを水原一平通訳による違法賭博問題によって邪魔されてしまった大谷翔平。そんな大谷が巻き込まれている騒動について、元千葉ロッテの捕手として活躍し、今では YouTube で人気を集めている里崎智也がまさかの意見を語っていた。ネットの番組に出演した里崎は、大谷が水原通訳に口座から約7億円を送金されたにもかかわらず気づかなかったことについて、大谷翔平はアスリートとしてはパーフェクトだが社会人としては全てが甘いと批判した。この里崎の大谷に対する批判にはネット上から捜査が終わるまで黙ってるよ、大谷翔平を一社会人でくくるなよと逆に里崎のことを批判する声が上がっていた。ただ里崎は他にも今回の騒動について、多分大谷選手も僕らからすると6億8000万円なくなってたらわかるやろと思うかもですけど、元々が大きいんで、もし仮に本人が知らなかったとするならばわからないですよね、というように大谷の収入の大きさを踏まえて話していた。